オタゴ大学はニュージーランド南東ダニーデンに所在する国立総合大学。1869年に設立されたニュージーランド最古の大学である。世界大学ランキングでは常に高い評価を得ており、毎年およそ2万人の学生が在籍している。国内のみならず世界中から留学生が集まっており、母国別留学生の割合において、 アメリカ合衆国からの留学生が772人と最も多く、日本人留学生も毎年30から50人ほど在学している。オタゴ大学ダニーデンキャンパスと街の1 8 6 0年代にスコットランドからの初期開拓移民で宗教指導者のトーマス・バーンズ、政治家のジェームズ・マック・アンドリューラが おたご衆議会に高等教育機関の設立を呼びかけ1869年、設立された大学。ニュージーランドで最も古い大学である。当初は文学、医学、法律、音楽の4つの学術領域で講義を開始する。おたご大学の設立に尽力したバーンズが、総長に就任したが、開校目前の1871年1月23日に死去する。 1874年に連邦ニュージーランド大学の一校になるまでニュージーランド唯一の大学として存在した。この間、アレキサンダー・ウィリアムソンに唯一文学史の学位が授与されている。1873年に法律校、1875年に医学校、1878年に鉱物学部、1907年に私学部、1911年に 栄養学部、1912年に小学部、1946年に進学部、1947年には体育学部が設立される。1961年に連邦ニュージーランド大学が解体され、オタゴ大学は独立した大学運営を行える大学自治権を取得する。2007年に教員養成校であるダニーデン教育大学を統合し、 オタゴ大学教育校として再編。ニュージーランド南東で唯一医学系学科を持つ高等教育機関として、医学、薬学、死学、理学療法学を学ぶ学生が多く、オタゴ大学のおよそ7割の学生は地元外出身者が占める。オタゴ大学、オタゴポリテクニックなど高等教育機関が多く集まるダニーデン子は、地域人口に対して学生が多く学園都市としての 機能を持つ。2011年7月、アメリカ出身の心理学者、ハーリン・ヘインがニュージーランドの大学では、初となる女性学長に就任した。2017年の QS 世界ランキングでは、法学、考古学、開発学、教育学、地理学、生理学、視界学、医学及びスポーツ関連学に関わる13分野において、 世界の上位トップ100大学にランクイン。特に、オタゴ大学の看板学問分野は常に世界上位クラスとして評価されており、2017年の QS 世界ランキングで、スポーツ関連学は7位、解剖、生理学24位、歯科医学29位、考古学40位、開発学44位にランクインしている。 2019年の QS 世界ランキングでオタゴ大学は総合175位。医学部校舎、法学部校舎、中央図書館、内部ダニーデン校舎の建物は市内中心部に分散している。中央図書館のほか6つの専門図書館を学内に有する。時計台が象徴的なネオゴシック建築の校舎はダニーデンを象徴する建築物であり観光名所になっている。 現在は、小学部、健康科学部、人文学部、理学部の4つの学部を有する総合大学である。世界的に高い評価を得ている、医学部は、クライストチャーチ、ウェリントンに、学外キャンパスを持つ。教育学研究と、遠隔研究、北島での連絡事務所を兼ねたオークランド校舎を、オークランドに、教育学研究と、教員養成機関を兼ねたサウスランド校舎を、 インバーカーギルに持つ。オタゴ大学の7割の学生は、地元外から集まる学生たちであり、大学近隣にて、フラッティングと呼ばれる単身者同士の共同生活を送る学生が多い。国家間協定を持つアメリカ、中国、マレーシアからの留学生が多く在籍している。セルウィンカレッジノックスカレッジセントマーガレッジカレッジ。 スタッドホルムカレッジアラナカレッジシティカレッジ14ある学生寮で3000人を超える学生が生活している。各学生寮は独自運営されており、入寮審査、寮規定、寮費などはそれぞれの学生寮で異なる。ありがとうございます。